カイロ団長は宮沢賢治の短編小説、生前未発表の作品である。ある時30匹のアマガエルたちが一緒に面白く仕事をしていた。彼らの仕事は虫仲間から頼まれ、好みや花を集めたり、立派な庭を作ったりすることだった。ある日彼らはたまたま通りかかった道で、博覧ゆえ好きになるものを売っているとの様がエルに出会う。みんなそのお酒を大変気に。 入り大いに飲むが、その代金を支払うことができず、との様ガエルの家来になってしまう。との様ガエルは、自らを団長とする、回路団なるものを結成し、アマガエルに従わなければ、警察に突き出すと厳しい労働を要求する。最初は、ウェスキーの移動もあり従っていたアマガエルであったが、ある日、今中に一匹900貫もの石を運べという命令を出される。 あまりに過酷な内容と進まない作業に、どうか早く警察へやってくださいと、アマガエルが言い出したとき、人に物を言いつける方法についての、王様の新しいご命令が伝えられる。それは仕事を命じる側が先に同じ仕事を、体重の比率で倍した形でやるという内容だった。立場が逆転したアマガエルたちは、殿様がエルに巨石を結びつけて引かせようとし、 失敗した集体をあざけ笑ったが、寂しさを感じて沈黙する。その直後、すべてあらゆる生き物はみんな気のいい、かあいそうなものである。決して憎んではならんという、新たな、王様の新しいご命令が伝えられ、アマガエルのいたわりを受けたとのサマガエルは介護の涙を流しながら、回路ンをやめて、下手屋に戻ると述べる。アマガエルたちは再び自分たちの仕事ができるようになった。 ありがとうございます。